あざです。です都知事選ね。ああはいはいはい。やばいっすね。めちゃめちゃもカオスですよね。<laughs> ていうか盛り上がってんすかああどうなんですかね、まあ。盛り上がってそうな感じはしてますけどねなんだ。確かにちょっともう僕前回のやつは覚えてないんですけど、まあ、前回も結構カオスだった感じがするんですけどさらにより。 カオスになり、しかも、その、小池政権に、を、こう、打倒するような、いろんな候補者が何人かいるじゃないですか。有力候補みたいな、言われてる人。確かに、あの、そういう候補が出てきてるっていうのはいいことなんですかね。<laughs> なんかちょっと、そうですね。全然その、ポジティブかどうか知りませんよ <laughs>。あれですね。<laughs> この エピソード配信する頃って都終,わっ終わってるギ<リ><あ>翌日ぐらいじゃないですかね。あ、そうかあれこれ。あ、そうか。もう2週間後とかだっけそう,そうそうそう。あじゃあちょう,ちょうどっていうか、もしかしたらこうやってちょっとディレイして、もう、そうだね、決まっちゃってゃ。7, 7日ですよね、都知事選ね。あそっか、そんなすぐだっけそう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 。うん え、ちょっとね、行く分、も、まあ、何分僕らが都民じゃないんで、なん,でね、なんかこうね、投票も何もできないんで、ガヤ、ガヤとして、あの石投げるぐらいしかできないんですけど。<laughs> あの、都内では活動してますけどね。都内では活動してすけど、ね、都民ではないです、ね。都民ではないんで、残念ながらね。<laughs> うん。いや、だから、ちょっと、オーディエンオーディエンスとして、こう、わちゃわちゃを見てる感じなんですけど、 いや、だからね、ただまあ、盛り上がってる感じはあるなっていうのはいいなと思うんですよ。注目も集まってるし、みんなこう、このあれは口にするじゃないですか。もう僕らの番組みたいな、があえて言わなくても、みんなもう話題にしてる話だから、そんなまあね、もう取り上げがいもないのかなとは思うんですけど、ただやっぱりこの、なんて言うんですか、ね、この期待値のなさ。ああ。 期待、希望、希望というか光は見え、見えてますか<光> <laughs> その都政に <laughs>。僕ら、島民じゃないから、普通に関係ないんですけどはい、はい。光見えます <laughs> <laughs> まあ、でも都知事って、あまあ、あそこまで元々ね、<laughs> まあ、なんか、うん、<laughs> なんか、まあ、なんかね。<laughs> まあ、確かに、その、都知事がどうだからって言って、うん、そこでね、 何かが変わるかっていうね。うねだから、その、多少、ね、あの、ちょっとお祭り感のあるイベントなイメージですね。そうですね。うん、あの、確かに、あのー、儀式というか、なんていうの、うん、セレモニー。そ,そうそうそう。<laughs> なんかね、いろんな、誰でも履行できるがゆえにね、いろいろこう楽、楽しく見れるというかね。はい,はい。学園祭みたいな。<laughs> 余興出し物みたいな。<laughs> 実際、今回もそういう盛り方、言方してるし。完全にふざけてますね。そうそうそう。なんかあれ、外国から来た人が、日本カオスだっつって、めっちゃシェアしまくってるらしいですよ。そうですよね。あと、地方から来た人も、信じられないんですよ。あの、選挙ポスターのあの、あの感じ。地方にはないじゃん。そうですね。あんな、暴力的な。 立候補者の、こう一覧フェ <laughs> <laughs> イクニュースなのかなって思うぐらいひどいですもんね <laughs>。いや、だから、もう東京ってば、本当、カオスなんだろうなっていうのは思うから、別にね、都知事が小池さんだろうが、蓮舫さんだろうが、別にまあ、何も変わらないし、何も期待できないしっていうぐらいで関わるのがね、まあ、 いいのかなと思うんですけど、あのー、ちょっとだからその、昨日も田沢さんと軽く雑談してたんですけど、あのー、今、あれなんですよ、ヨーロッパで結構、いわゆるこう EU ですね、っていうとこでは、割とこう、あの、今までの <laughs> アメリカの流れで、割とこう、そ、そっち寄りの、こう、まあ、リベラルかつ、うん、まあなんていうかこう、 ねあの、そっち側の、もう、割とこう左側というのかな側、うん、のこう感じの動きだったんですけど、最近こう、あの、イタリアの女性首相が誕生しました初の。あのー、2年前ぐらいですかね。あの、ジョルジー・メローニさんっていう47歳、48歳ぐらいかな綺麗な女の方で。で、あの、この前の G7 かなんかのサミットの時にもうすごい、 あの、バイデンがもう、ぼ、ぼけちゃってて、なんかこう、はい、いろいろ徘徊しちゃってたんですよ。それをメローニが介護するみたいな感じで、めっちゃ盛り上がったんですよ、そのなんかバイデン G を介護する、あの、美女メローニみたいな感じで。めちゃめちゃ盛り上がってて。で、そのメローニさんが、あの、すっごい今、イタリア大人気で、イタリアとか結構、あの、ヨーロッパで人気、 を博してて、まあなんでかというと、こう、あの、めちゃめちゃ右寄りの人なんですようん、うん。で、あの、若い頃からそういう活動をめちゃめちゃやっている人で、あの、だからこれはちょっと僕もどうなのかなと思うんですけど、かなり初期の頃はかなり思想が強くて、いわゆる極って呼ばれてる、だからそのムッソリーニの時のファシズムとかを、 あの頃に戻るべきだぐらいの感じのことを言ってる結構やべえやつみたいな感じの人で元々、もともとは。でも今は割とこう恩恵になってって、比較的こう、あの EU 連合とも、e、EU とも、あのこうちゃんとこう会話をするし、なおかつウクライナへのこう支援とかもちゃんとバックアップ、あの、するし、みたいな感じの、こう、 バランスが取れた感じにはなってるんだけど、ただやっぱり移民の問題とか、あとは LGBT とか、その辺をきっぱりノート。絶対ダメみたいな感じで、めちゃめちゃ強気でいくんですね。それがめちゃめちゃ支持を受けてまして、今までのこう、まあ、いわゆるね、このなんかこう、インクルーシブな世界をみたいな感じの、こうもう、 あの、欧州連合のやり方にもう、ヨーロッパ民たちはもう、へききしてて、まあ、なんかドイツとかでもこう、農民一揆みたいなのが起きたりとか、もう、イギリスもね、移民の問題でも大今大変になっちゃって、もうほとんどイギリスの街では外国人しか歩いてないとか、やっぱいろんな話はありますけど、だから結構ヨーロッパの元々のこう、住んでた人たちはかなり反感を持ってて、だからやっぱそういうこう、今までのこう、左寄りの政策っていうよりは、こう、右のこう、 あの、政権運動をしてる人に、こう、揺り戻しが来てて、まさにそのメローニーさんは、その筆頭みたいな感じで、めちゃめちゃ支持を集めてて、実際すんごい人気なんですよ。映像とか見てても。で、なんか言ってることもやっぱすごい、グッとくるというか、今多分日本人はメローニーの話聞いたら、みんなファンになると思います、多分。おそらく。結構、あの、言ってることは強烈ですよ。LGBT ダメとか、<ー>あの、移民は ね、まあ移民というか不法移民ね。不法移民はダメだとか、ね、ちゃんと言ってたりとか、それかなり強気だから、結構過激なんですけど、やっぱりこう今までのこのね、なんだかんだこうそういうのを受け入れて、どんどんダメになっていく世界みたいなのに、うん、やっぱもうちょっと世界もやっぱ気づき始めてるというか、これやばいなみたいな感じの空気の中に、こう女性のリーダーが現れて、だから、 僕は、ちょっと羨ましいんですよ。イタリア<ー>。<laughs> <laughs> で、あの、メローニさんのことを、いいなって言ってる人、日本の人もね、はい。いや、この人が日本の主要だったら、いろいの、みたいな感じで、はいはいはい、言うわけ、うん。だから、いや別にね、僕は岸田がに、とかではないんで、はいはい、別に岸田さんは別にそんなに、ね、まあ、どうしようもないとは思うけど、そんな責めてる方ではないんだけど、メローニーはちょっと羨ましいな、というか、 ま、日本で言うと、あの、全然系統は違うんですけど、高市さなえさんとかに近い感じの。うんまあ、保守で女性でって言ったらね、そうそうそう。そあと言ってること的にもそう。あとやっぱ外交と国防が大事でとか、その辺もちゃんと言ってたりするし、まあその、あの、なんていうんですかね。あの、まあパワーオブバランスじゃないですけど、ちゃんとその、勢力均衡していかないと、聞く、今みたいな紛争は、まあ止められないと。っていうよりもちゃんと言ってるし、 なんかこれって日本で言,う言ってる政治家一人もいないというか、なんかこう,う、<laughs> うん。だから、まあ高橋さんとかね結構言ってるのかもしれないですけど、なん,かなんか雰囲気は近いのかなっていう感じなんですけど、いやだから、あのー、その、なんで日本ってこういう、ちょっといいなみたいなリーダーが出てこないのかなと思って。なんかこの、 日本で今まで魅力的に感じるリーダー。まあ、うん、まあちょっとその、一旦政治の世界で作って。いますこの人いいなって思った。ああ、まあうん。まあキャラクター的にとかね、いろいろあるかもしれないけどね。んなんか。安倍さん安倍、でも安倍さんとかになるんじゃないですかね。まあそうですよね。うんうん、最近で言うと安倍さん、ね、そうですあとそう、まあ そのし政治家としての思想は置いといて、小泉さんとかもね、おも<あ>ラクあ小泉さんね。面白いキャラクターっていね、うん。確かに。うん、まあリーダーっぽい感じもあるし、あの頃はすごい、めちゃめちゃ熱烈にこう、ファンが多かったですよね。うん、実際支持率も高かったですし。うん、で、あとは、いやでもあと意外にこう、いぶし金ですけど、菅さんとかもね、<ー>なんか今考えると、ね、良、ね、かったんじゃないかなっていう気も。<laughs> あ、でも、やっぱそのリーダー像か、いいリーダー像っていう意味で言うと、うん、まあ、安倍さん、小,いまあ、小泉、ちょっとね、小泉さんちょっと僕のノーコメントですけど、<laughs> それはわかりますよ。<laughs> <laughs> <laughs> あ、田中角栄ですかね。田中角栄やっぱ圧倒的な感じというか、うん、うん。し、あ、なんかちゃんと行動してるし、まあ、 で、ちょっとその日中友好のとこで、いろいろ問題があって、うん、まあアメリカからいろいろされちゃいましたけど、うん、まあ僕もだからそのいいリーダーというか、こういうリーダーだったらいいのは田中角栄の、ですね。うんうん、だからなんかそういうのが、だって田中さんなんてもう何、30、40年前ぐらいの。そうですね。しかもやってる期間って思ったより短いんですよね。めっちゃ短いですよね。そうですよね。 だからやっぱ田中政権が続いてたらっていうのは思いますよね、うん、なんか。そうですね。ねただ、あの頃の政治のやり方は今からしたらもうだめでしょうね。だ<い>何でもありだから何でもありだからね。<laughs> 確かにね。確かに確かに。うん、ああ、そうだね。まああれでも、ある種、そのぐらいでもいいよかったりもするのかな。どうなんだろう。でも、だから、圧倒的こうカリスマ性があって、いや、だから、でもね、メローニって。 結局そういう感じを、だから、え、今それ言っちゃうんだみたいなことを結構言っちゃう人だから、そういう人が支持集めてて、日本も意外にそう、そういう感じあるんじゃないかな、みたいな。いや、でも、その流れにはなりそうな気がしますね。いや、僕だから絶対あると思ってて。やっぱりだって保守系の政党が増えてきましたもんね。増えてきた、増えてきた。やっぱりね、この前のイカリちゃんもそうですけど、ね、日本保守党がやっぱりあれだけ、まあネット、 特にネットの中だけでかもしれないですけど、うん、まああれがでも知名度が知れ渡ってて、あのー、ね、今の自民党が決壊していく流れでいけば、ワンツャン結構大きい党になってい可能性はありますし、すねうん、言ってることはすごいいい,い,いですからね、日本法師とはちなみに。うん、うん。感覚的には、あの、正しいと思ってて。で、あのー、ね、ただ、その、今の、 日本の政治見ると、どうしても自民のカウンターで、そのね、えっと、野党でまあ、日権とか、あとはまあ、令和とか、まあ、共産党はちょっとないと思うんですけど、なんかそっち側にこう行きやすいじゃん。なんか反対側だから。だから、消極的選択。だからもう、小池の反対は、連邦だと。じゃあ連邦だ、みたいな。でも、何がいいのか全然わからないみたいな <laughs> だから僕そういう、そういうので強い女性リーダーとかって言わないでほしいんですよ。メローニがいるから。<laughs> メローニはいいですよ。<laughs> <は>あれはだからすごい指示集めだからちゃんとやってる、やることやってるから。あの減税とかもやってるし。あと強い姿勢を見せてるみたいな。まあある種こう鉄の女感はあるんですけど、それは強い女性像のリーダーだし、あの、やっぱり女性が本当の意味で活躍してるっていうリーダーとして崇めるのは僕すごい、 はい,は,いはい。賛成というか。だから、ああいう意味でのフェミニズム運動があるんだったら、うん、めっちゃ支持したいと思ったんですけど、日本、都知事選は僕はちょっと無理ですよ、<laughs> 確かに確かに。都知事選で言うとそうですね。<laughs> そう、なんか、全然その応援したい気持ちにならないんで。<laughs> はい、うん。<laughs> いやだから、その応援したくなるような人が、やっぱなんでこう出てこないのかなっていうのはね。あ 思ったんですよね。んなんでみんなさ、その、別に、なんで、もうちょっとさ、媚び打ってもよくないその、いや、なんていうの、その、なんでその国民に嫌われるような、態度ばっかするのみんな。はいはいはい、何,何がですかいや、なんかその、なんちうんだろう。まあ、要はその、今、まあ、岸田政権においても、ま、支持率はその、歴代断突で、 低いですよね。だから、やっぱ印象としては、よ、うん、まあ良くないと思うんですよね、国民から。はいはいはい。だから、そういう中で、なんていうんですかね、<ー>普通にこう、この人いいじゃんって思える、活動すればいいんじゃないかなって思うんだけど。うね、ど,どうしたらシリーズって上がるんですかねいや、なんか、で<も>何しても、なんか、まあね、100%は無理だと思うんですけど、うん、なんか、あまりにこう、まあね、なんか営業下手すぎないかも。まあまあ、そうですね。<laughs> そうか。 あそうかそうか。うん、だからもうちょっとこう、だからその、まあ、言って、言葉に出して言ってる時もあるんだろうけど、だからやっぱその見透かされてるわけでしょこいつ嘘ついてるなってって。だからそういうのが、別に岸田さん自体が別に自分の意識でそれをやってるとも思わないし、うん、いろんなね、こう、ネゴシエーションとか関係とか、まあ、 ね、いろんな調整もありながら、そういう発言をいろいろしているっていうのはね、うん、まあもちろんわかるんで、うん、しょうがない部分もあるし、何言ったって国民から反発されるっていうのはあるんですけど、なんて言うんですかね、何が違う、なんか、イタリアの首相とな <laughs> 何がこんな違うのかなみたいなのを、ちょっと思っちゃったんですよね <laughs>。なんかこう、でもはっきり言った方がいいんですかね、首相ね。はっきり言った方がいいんじゃないですか。だから嫌われる勇気というか。うん、そうですね。うん、確かに岸田さんなんか別に何も、 何も言ってないです、ね、言ってないですもんね。んだから、あ、そうか。まあ、あある意味耳障りのいいことを、薄い耳障りのいいことばっかり言って何もしてないみたいな。それは小池さんも一緒って感じかな。<laughs> そうですよね。ねだから、逆にやっぱり、まあ、田中角栄もそうでしたけど、<laughs> ちょっと言い過ぎなんじゃないみたいな、ぐらいな、まあ、強烈なリーダーシップみたいな。まあ、特に外国に関しては前から言われてるじゃないですか。もっと。 ちゃんと自分の意見を言えと。それは国民は相違でみんな思ってますよ。遺憾放泊するんじゃねえみたいなとこもあるから。だからまあ、そうなるとやっぱ強いリーダーシップってことになるのかね。ねなんか、安倍さんの時って、まあ、なんかままあ、マスコミはね、安倍さん嫌いだから、うん、なんとなくそういう世間は安倍さんに対してよく持ってないのかなみたいな印象はあ,なんかあったような気がするんですけど、うんうん、実際のところってっどうなんですかね。なんか僕とかからしたら、 やっぱ安倍さんの政治は僕は割と好きだから、で、岸田さんになってから、うんで、大丈夫かっていうふうに思ってたけど、結果的に今、支持率下がってるわけじゃないですか。うん、でその辺の評価ってどうなってるんですかね安倍さんと岸田さんとこういや。言ってもやっぱ安倍さんが良かったってなってる感じなんですかねこれ、だから、これも僕もちょっと、その、わかんないです。その、ちゃんとこう、そういう、検識者じゃないんで、識者じゃないんで、わかんないですけど、うん 一番、れこうリアルな世界ね、うん、普通の世界では、別にそんな安,安,安倍側みたいなアンチはいなかったんですよ。一部の過激なネット民、<laughs> うん、ネット左翼か、一部の過激なネット右翼みたいな人がもう急、もうすごい新聞のネタを元にこう叩きまくってる。 あとやっぱりあれ、なんか、第一次政権の時はやっぱ閣僚からも嫌われてたんですよね<ー>。確かに安倍さんはね。そんな強気で行くんじゃねえよみたいなまあ感じで。いや、あの、第一次政権の時は結構安倍さん強、もう強強で行ってたんで、攻めるな、みたいな、うん、<laughs> 感じだったから <laughs>。だから、あの時は内部からもちょっと嫌いな人がいたし、国民でもちょっと一部そういう尖った人からは、 あの、こう、アンチというかね、ネガティブのとこはあったかもしれないけど、ただ一般論としては別に、そうですね。てかむしろその、だって雇用を生んだわけだし、実際その安倍さんのおかげでね、結構助かってる人いっぱいいたの事実だから、ね、まあただあれでしょ、安倍側論で言うと、それはなんか違うんでしょう。<laughs> なんかわかんないですけど、そのロジックは <laughs>。 アベノミクスのせいだみたいな、全部、全部アベノミクスのせいでこうなってみたいな感じにのこと言うじゃないですか、なんかもう。<laughs> なんか今後、その、保守がやっぱり強くなっていくのは、僕もやっぱそんな気はするんですけど、多分なんでかっていうと、やっぱり、経済を伸ばしていくのは保守だからと思うんですよ。そうですね。うん、うん。やっぱり、あの、保守、ね、やっぱり保守の考え方と経済の成長って、ね、そこ、うん。一致してるとか相性いいから、そうですね。やっぱりね、国民としては、 やっぱりね、今日本ってちょっと怪しいから、うん、もっとね、また伸びていってほしいっていう意味では、そうね、保守に頑張ってほしいなと思いますけどねうんうん、うん。だから、そうなんだよね。だちゃんとしたやっぱ保守政党がやっぱ日本には必要で、うん で、やっぱ自民党ってやっぱり、その保守、そうですね。保守かっこ笑いじゃないか <laughs> <そ>のか <laughs>、はい。まあ保守なんですけど、うん、<laughs> その、まあアメリカ寄りなんで、あのね、まあ,あといろいろこう、自民党の中でもいっぱいいるから、変数がありすぎるんで、もうなんかよくわかんないんですけど、だちょっとちゃんとした保守政党みたいなのが出てきて、うん、でそ、そのなんか、だから日本人もその保守って感覚がわかる、なんか保守って何みたいな。うん あの、そもそも知らない、知らないじゃないですか。右翼ですかみたいな。星はみたいな。まあ大体そうなっちゃうじゃないですか。だからなんかそういう、こう、割とこう、目立つ存在をみたいなのが出てきて、まあ今それ日本を星取るかもしれないですけど、それこう、知れ渡っていくと、そっちにこう、流れてきそうな感じはしますよね。うんうん、今、消極的選択で、まあ与党がダメだから野党だ、みたいな。やっぱりこう、あのね、感じになっちゃってますけど、 なんかちゃんとその保守のカウンターパートみたいなのがちょっと出てきて、台頭してきて、そうなっていくとちょっと、あの、今社会情勢がそうなってきてるんで、なんかその流れには行きそうというか、あとまあアメリカがちょっとね、この,あの大統領選でいろいろまた動きがあると思うんで、その流れで日本の立ち位置もちょっと変わるじゃないですか。その時日本が何を選ぶかですよね。まあでもトランプになればトランプ寄りになっていくけど、でもやっぱりその、 あ,あの、ね、東側の諸国との関係性どうするかと、あとなんか、あの、もっとその、中東とつるんだ方がいいみたいなのはあるっぽいですよね。んなんか、んあの、いわゆるこう、長年こう、ね、アメリカが長年というか、7十えっ、ー、と、50年ぐらいやってた、そのペトロダラ体制、まあその、 原油っていうのを、はいはい、今日はその、ドル、ドル建てでしか原油っていうのは輸出輸入ができなかったんですけど、そのな長き体制が終わったんですよ、最近。うん、で、あの、で、中国も、その、中国元で、あの、石油がやり取りできたりするようにして、で、あの、ドル、あの、石油っていうのはもちろん世界のエネルギーの最大資源なんで、それを、あの、基軸通貨で、あの、 まあ、輸出、輸入、入するっていうのは、それはつまり、その国が派遣を持ってるっていうことなんですねうん、うん。でも、それが終わったんですよ。そうすると、今までドル建てで買え、しかね、ドルでしか買えなかったんだけど、別にその、いろんな通貨で買えるようになって、そうするといろんな国とこう、 今まではアメリカ経由だったけど、いろんな国とこう関係を作っていくっていうのがすごい大事になっていくと。もしかしたらそれがロシアなのかもしれないし、まあちょっと中国はちょっとありえないかもしれないけど、もうちょっとその,あのサ、あの、サウジアラビというか、アラブのね、あの、国とうまくやっていくと、その経済のこう、だってさ、今だってアメリカと関係悪くなったら僕ら、またオイルショック来るんですからね。考えられないよ、今の時代でオイルショック来たら。うん、大変なことになっちゃうから。だからまあそういうのを考えて、 できる人たちっていうのは、うん、多分保守政党からしか出ないんですよ、うんうん、多分。田、はい、田さんのおっしゃる通りで。これは、その、あの、左の方だと、まあ、中国の方に行っちゃったりするんで、うんうん、ちょっと難しかったりするし。だから、ね、これ今大事な時期なのかなっていう。うんうん っていう中での、やっぱこのリーダー論というか。はい,はいはいはい。それ、百田直樹なんですかそれ。<laughs> はもう、渡さんが今日本保守党に、傾倒 <laughs> してるから、<laughs> そうなった。<laughs> いや、あの、<laughs> <laughs> <laughs> それか、イカリちゃんですかイ山ヤマカリ先生ですかね。<laughs> <そう> <laughs> まあ、イ山ヤマカリとかでも結構いいなと思いますけどね。ああ<ー>、うん、なるほど。僕は好きなんで、ただ、なんか、 ちょっと小池ゆり子感もあるんだよな。なんかこう、逃げるのもうまい。<ー>うん。うんあの、すごい、あの、めちゃめちゃ知識もあるし、はいはい、言ってることも共感できるし、キャラクターもいいなって思うんですけど。うんうん、綺麗な方ですね。そうですね。なるほどね。うん,うん。だからまあ、でもね、そういうこう、シンボル的な人が出てくると、ちょっと変わるのかなっていうのと、うん、なんかなんかそういう、 ある意味、なんかみんながちょっといいかもねっていうリーダーが出てくると、なんか雰囲気が変わりそうな気がするんですよね。やっぱもう圧倒的にもう、なんか、その国民性として、自信がやっぱり全然なくなってるじゃないですか。うん、なんかロールモデルっていう大げさな言い方はしたくないんですけど、はいはい、ねえ、だって強い女性像で小池さんって言われてどう思いますだって。<laughs> <laughs> コメントできないですよね,ね。なんかその <laughs>、あの強い女性、もう理想の女性像として小池百合子がそうなのかって言われたら、やっぱちょっとみんな黙っちゃうと思うんですよ。<laughs> 正直な話ね。<laughs> だからなんかちゃんとこう応援できる人というか、だからそれが、ね、なんか、そんな難しい、まあ難しいというか、なんつうの、もちろん、 いろんなしがらみもある世界でしょうから、いろんなバランスをとってやらなきゃいけないっていうのはわかるんですけど、もうちょっとこう、もうちょっといてほしいですようですね、そ希望がある人が <laughs>。<あー S 1> いや、なんか、だから別に、あの、ある意味そういう人が出てくるだけでもいいです。なんか、あの、完全にその、突事とかじゃなくて、あの、自民党、 の中で総裁選でこう勝つとかそういうことじゃなくて、そういう人がちょっと光として出てきて、なんかあの人いいんじゃないかみたいな空気ができていくだけでも、なんかイタリアを見るとちょっと、イタリアってもうだってちょっと前まで地獄みたいな空気でしたからね、もうほんと終わりの国というか、観光産業だけでどうにかやってきたけど、もうね、コロナでもう大打撃食らって大変なことになって、破綻寸前みたいな、デフォルト寸前みたいな。なるほど、そういう空気。 かもしれないですね。だから、まあ、そうね。日本ももしかしたらね、うん、そのタイミングなのかもしれないですね。そうかもしれないね。うん、で、いろいろこう今、社会情勢、世界情勢も動いてる中で、うん、日本もそ選択を迫られるタイミングが来るじゃないですか、いろいろ。うん、なんかその時に、そういう人が出てくるのかもしれないなと思ったんですけど、なんかでも、そういうね、ある意味、本当の意味で活躍する女性 っていうか、すごい強い女性のリーダーみたいなの出たら、めちゃめちゃ面白いなって思ったんですよね。だからそうすると、こう今までこう、すごい空虚なフェミニズム論というか、なんか、正解なのかななかよくわかんないような、女性の理想像みたいなのが、ちょっと変わるような気もしてて確かに、自民党のその女性議員とか、例えばその高井さんとか、あと片山さつきさんとか、<laughs> その、やっぱ、<laughs> <laughs> あの強い女性じゃないですか。<laughs> で, <laughs> で、かつ、そのい、いわゆるその、今のその、一般的なフェミニズム的なものに対して、結構強気の意見するじゃないですか。うん、するね。ただ逆に言うと、そういう、そっち、その意味での強い女性が、またこう、目立ってくると、こう、イメージ変わるかもしれないですよね。そうね。うん。だから、そうなんですよね。 だいわゆるさ、福島水穂的な、あれは多分女性からそんな好かれないような気がしてて正直。本当の意味で女性の支持は得られない気がしてて。いや、なぜなら、ねえ、いや、ある意味女性の敵でもあるような気はするんですよ。ちょっとあんま多くは語れないですけど。だから、あの、本当の意味でリーダーっていう、そういう女性のリーダーが出てきて、で、強い意志を発して、で、 ダメなものはダメだし、いいものはいいというふうに、こうちゃんとものが言える人が出てきて、うんはい、で、その中で建設的に LGBT う話をしていけばいいじゃないですか。何でもこう欧米のことをいいって言って、欧米がやってるんだからやりましょうって言ってるからみんな反発してるわけだから、はい、そうじゃなくて日本のことを考えて、 日本としてどうするかっていうのをちゃんと意見が言える人みたいな。<ー>うん、なんか、それで今思い出したんですけど、うん、あの、まあ、女性がよくその、かっこいい女性像として名前に上がる、あの、例えば、天海祐希っているじゃないですか。天海祐希ね。うん。天海祐希ってガチ星なんですよね。あ、そうなんですかそう。あの、だから、あの、い らしいですよ。だから普段、やっぱ仕事の関係もあって、そういう話ってしないんですけど、うんうん、ガチなんです。で、あの、安倍さんを本当に大好きらしくて、<laughs> で安倍さんの奥さんとかもとも親交があって、安倍さんが亡くなった後はちゃんと行って、あの、やったりとか、うあのそういうし、だから本当に日本のを良くしたいって思いがめっちゃ強い人なんです、あの人。はい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 。うん、らしいですよ。えーうん、全然感じたことなかったですね。でもああいうこうなんか、凛とした、こう、うん、いわゆるこう、 古き良き、こう、なんかね、女性のなんかこう、あるじゃないですか。今、昔から昭和っぽい、その、うん、ああいう雰囲気の人が保守ってのはちょっとわかる気はしませんなんか。そうですね。うん、いや、だから、なんかこれ、そうでも、本当前から、あの、思、確かに思ってたのがあって、なんか、いわゆる保守っていう立場の、 その性,性別というか主張をする人って、うん、どっちかっていうと女性の方が強い気がしたんですよ。あ<ー>まあ、あの、飯山あかりもそうだし、まあ、海さんもそうなのかもしれないですけど、あと高橋さんもそうですよね。うん、なんか、男性より全然強権というか、パワーがありますよね。力があるし。で、だから、なんか、その保守の感覚って実は、 なんかあんまりこう、女性の中では語られないんですけど、女性に多いんじゃないかなっていう気が、最近めちゃめちゃしてて、<ー>なんか、あの、なんつうのその、カラーレボリューションだとか、あの、選択的夫婦別姓とかって、はい、であれ意外と、なんかフェ,フェミの文脈とかで語られたりするじゃないですか。はいはい、でそういう人たちももちろんいると思いますよ。ただ、反対側の見えてないめちゃめちゃ欲しそうの女性が、 日本にはめっちゃいる,い,る<ー>いる説みたいなのをちょっと最近感じてるんですよ<ー>。だから、あれはだから、主語として女性って言ってるけど、あれ女性の相違じゃないくて、かなりこう反対側のこうサイレントマジョリティがめっちゃいて、その層の支持を集める女性のリーダーみたいなのが、本当の意味で女性の権利を訴えられる人みたいなのがなんか出てきそう。 な気がして。まあ多分だからメロインとかは、まあ別に男女でね、別にそんな支持が分かれてるわけじゃないけど、なんかちょっとそういう、外国ではそういうモデルが出てきて、ね、日本でもいよいよそういう意味での女性首相みたいなが求められてるのかもしれないなみたいな。なないやだからそういう人が出てきたらめっちゃ応援したいなと思ったんですよね、僕はね。うんあ<ー>、うん 天海さんとか閉じ入れて出てほしいっすよね。<laughs> <laughs> 芸能人よくらもう、よくないですか芸能 <laughs>。<laughs> まあ、天海さんね、現役バリバリで映画もやってたりするし、まあね、全然役者として一流だから、もちろん続けてほしいんですけど、ちょっとね、あのね、いや、天海さん出たらすごいんじゃないめちゃめちゃダントツなんじゃない だって、土地制もそうだよね。いわゆる、こう、保守、保守的な立場で出てる。まあ、小池さんの自民の流れで、うん、まあ、あれ玉神と、はいはいはい。あと、誰でしたっけあの、医者の人。内海。内海。内、う、海、ん、さんね。あの人って、なんか、もう、医者からめっちゃ嫌われてるんですよね <laughs>。<laughs> そ,そうそう。<laughs> まあ、いや、陰謀論界隈でも有名な人だからね、あの人ね。<ー>うん、だから、 いろいろ物議を醸してる人が、だから、でもあれが保守として出てる、あの人立場的には保守ですかだからね、いやなんかもうちょっといるだろうみたいなね。保守なのかみたいな感じじゃん。どれもハテナマークつくじゃないですか、なんか <laughs>、うんうん。えー、だから天海雪、 出てほしいな <laughs> <laughs> 天あまみゆき望論 <laughs> そ、ね。そうですよね。<laughs> うん、いや、なんか誰もが本当なんかね、かっこいいと思える女性な感じしますよね。ねそう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 。あ、うん、これ、ね、大事なのは、かっこいいっていうのは僕は大事だと思,う、うん、思ってて、メローニは、まあ、すごいこう、容姿も素敵な方ですし、単純にかっこいいんですよ。なんか、うん、凛としてる。はい,はいはい。し、しかもリアクションも大げオーバーで、なんか、 結構陽気な、ラテン系な感じもあるし、人気がこう出そうだなっていう。はいはい、うん。なんかさ、あの、イギリスのボリス・ジョンソンとかだけど、うん、まあ、彼もね、キャラクター的には愛されキャラですけど、あえて裏がありそうな、ちょっと、はんなんか,すか、好きな人もいたんだけど嫌いな人もいっぱいいたんですけど、うんうん、メロウニはもうちょっとなんか、あのー、ちゃんとこうおも、表裏がないというか、意思がはっきりしてるみたいな、はい、感じだから、だから、 ちょっと言い過ぎじゃないかな、みたいな、心配になるぐらいな感じはあるんだけど、そういう人が出てきてもね、かっこいい女性としてね、なんか、女王の教室、うん、女王の教室の感じでやってほしいですね。あの、まあちょっと怖いですけど <laughs> あのイメージがね、ありますよね <laughs>。<laughs> いや、でもね、かっこいい大事だと思います、うんうん。かっこいい人。そうですね、うん。 それで天海さんはそれでいてチャーミングですからね。そう、愛嬌があるじゃないですか。うん、まあ、しかもちゃんと言う、なんていうの、そのユーモアと、あとは、多分、なんて言うんですかね。その、背筋というかさ、うん、まあ、単純にこう、姿勢も綺麗ですけど、こう、筋が通ってる感じみたいなとか、うん、ま、そういうのが、こう、印象としていい人が、やっぱいいんでしょうね。はいはいはい。うん。まあ、あと、応援したくなるというか。そうですね。うん。うん なんかやっぱりこう、ね、大谷上平とかが、こう、スターになってるみたいなので言えば、うん、こう、立派な人が、分、うん、かりやすく立派な感じの人が、こう、支持されていくっていう時代になっていくかなとは思うんですけど、ね。<laughs> ストレートな意味じゃないです <laughs> そ,そう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 。<laughs> <laughs> こう逆張りとかじゃなくて昔はそういう時代だったかもしれないけど確かにね、うん、なんかこうそう考えるとコンテンツとか消費されてるものもそうでしたけどちょっと逆張りというかさなんかこう,こういうストレートな感じもダサいからこっちじゃねえみたいな感じぐらいなかんねそれぐらいなファッション的な感じでこうなんかいろいろ価値観が決まっちゃってるのとかあったじゃないですかでもそれは それ、そういうのにもやっぱ、それ自体も消費されきっちゃって、ヘキヘキしてきてて、正直言って。<laughs> うん、何でもそうですけど。うん、多分王道じゃないみたいな。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> <laughs> っていうかまあちゃんと、ちゃんと普通にストレートに捉えて、ちゃんとストレートに直感的にいいよねって言えるものがいいよねっていうふうになっていく流れはありそうですよね。うん、なんかこう、結構それは思うのは、 あの、なんか90年代とか2000年代って結構みんなこう人々が考えてることがまあ複雑回帰というか、なんかバブルが終わって混沌期がまあ失われた30年が始まるタイミングで結構日本人がこう暗くなってくるんですかムード的に。精神的にも。でなんか黒い暗いコンテンツ、エヴァンゲリオンとか、わけわかんないこの何なんだこの世界観みたいなコンテンツが生まれ、ただね、あの80年代もガンダムとかすげえカオスなものがあったからその流れは 受け継いでると思いますけど、なんかこう、日本人のこう思考回路が、すごいこう、うん、なんだろう、欲つ的で結構、ネガティブなマインド、かつ複雑なカオスというか、いろんなこう、まあ、ある意味多様性があったのかもしれないですけど、だそれがこうクリ、なんかこう、そういうこう、暗いムードの中で30年間こう、熟成されきって、でもう、あのー、なんとこう、 その自,自尊心というかさ、もうメタメタにもう低くなってて、日本なんてクソだみたいななんか、はははそういう人だ。っていうか、そもそも日本っていうこと、生まれてることとか、別に日本がどうだとかってアイデンティティがそもそもないとか、<ー>っていうのがまあ当たり前になりきってて、だから、ある意味、逆に言うとシンプルなものしか、こう、咀嚼理解できない、あの、年、ジェネレーション、うんうん、まあ、タイパ思考の、やっぱり Z 世代とかもそうですけど、 単純にパッとわかるものしか理解できないっていう、新しい世代も出てきてるっていうのもあるし、うん、なんかこう、複雑になりすぎたから逆にシンプルなものしか理解できないようなこう思考性とか重要性みたいなものが結構日本人の中で芽生えてきてて、そうするとやっぱり王道回帰していくっていうのはめちゃめちゃこう理屈としては通ってる気がするんですよ。うんうん 考えすぎてたのかなとか、もっと単純に、これが直感的にいいんだみたいな、変なロジックとかフレームワークじゃないと。あとはなんかその外国が言ってることとかじゃないと、自分が本当に本質的にいいと思えるみたいな感覚がなんか蘇ってくるといいなと思うし、そういうタイミングは結構来てるんじゃないかなっていうのは思うんですよね。だからな、あの、日本保守党とかも、まあ イデオロギーで見たら、ちょっとやっぱりやばい奴らだなっていう風に見えるし、カテゴライズされるんだけど、言ってることはめちゃめちゃまともだったりするじゃないですか、うん。<laughs> か話聞くと、普通にいいじゃんって言ってることとかあるわけですよはい、はい。で、まあ、賛成党とかもね、まあ、陰謀論は入ってはいるけど、歴史的な感覚としては言ってることはいいなと思うんですよね、うんうん。だから、なんか普通にそういうのが、 あの、変な色眼鏡で見ないで、みんなそれでいいんじゃないって、うん、単純に応援したいな、この人みたいな、人が出てくるみたいなね、うん。なだからなか、そう、そういうのいいですよね。なんか、そういうちょっと世界に行ってみたいな。ちょっとイタリアに一回行こうかな。いや、メローニーいいなと思っちゃったんですよね。なんか、こう、すごい <laughs>、うん。 面白いなというか、うん。まあ、わかんないですけどね。この先どうなるかわかんないんで、見ていかなきゃいけない部分もあるんですけど、結構熱狂してるんですよ、やっぱ。はいはい、その欧州が、えーうん。ちょっと羨ましくなっちゃったっていう話ですちょっと今後大丈夫ですかあの、活動家になっていったりしますか大丈夫ですか <laughs> 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 そういう人がなってくるんじゃないですかね <laughs>。<laughs> だって、こう、メローニがやってたなんだっけイ,イタリアなんとかファシスト党って言うんですよ <laughs>。えー、<laughs> 僕、それに、 入ったりとかして、この番組いよいよ本, <laughs> 本格的にやばいです。<laughs> まあ、あのね、今はそういうファシズムはやってないんですけど、彼女は。ね、なんかそういう外国に行ってそういうのをやり始めたら、いよいよ、いよいよっていうか、それはもう、う完全に活動家ですね <laughs>。<laughs> <laughs> ジャーナリズムとかやり始めたよね <laughs>。そう,そう,そう <laughs> <laughs> いや、だからなんかそういうこう、政治家ちゃんとエンタメになるみたいなね。うん、なんかこう、うん。 なんか、僕らがこういうふうに政治、ま、この番組を聞いてる人はね、割と、すごいこう、寛容な方たちなんで、全然ネガティブに捉えてくれてなくてよくいいんですけど、なんかやっぱこう、こういう話はやっぱうざがられる国じゃないですか、日本は。タブーだから政治の話なんで。やめて政治と仕事の話は飲み会の場でやめてみたいな、なるじゃん、なんかうん、うん。そうですね。<laughs> だから、あの、さっきのその5%の話、田田さんが一周前に話してくれた5%の話が近いかなと思ったのは、だから日本でこういうことに興味ある人って5%も満たないんじゃないか本当あ,<ー> <laughs> あ、まあ、はもっといるかもしれないけど、なんか本質的にこういうふうに。そうですね、話題として選んで喋る,、ね、るとか。選、うんで喋るとか、あの、5%もいないか。喋るとかはいないかもしれないですね。うん、あだこういう場とかで、 飲み会の場で政治の話する人なんて、いないじゃん。そうですね。僕らぐらいしかそ、ね。<laughs> そうです。政治と仕事の話しかしてないです。<laughs> 危ないです、ね、ちょっとね <laughs>。<laughs> いや、だから、ね、まあ、もうちょっと関心を持って、その応援できる人を探していくっていうのはね、必要だと思うんですけどね。なんかこう、うだから、都知事選もなんか本当はもうちょっとょ、なんていうの、その冷めた、もう、 なんか変な霊唱主義者みたいな感じで見るしかできないからそうですね。なんか、デキレース感あるしさ。うん、こう、なんか、こういう冷めた感じ見たくないですけどね、ほんとねここ。もうちょっと本当ちゃんと見たいなっていうのは。これ、あの、都知事選後に配信になってるんで。うんうん、決まってるってことですね。決まってるんでしょうね。小池さんに。小池さんでしょうね。うん。小池さんと、まあ、蓮舫さんに大体集まって、結果、小池さんって感じですかね。まあ、でしょうね。でも、あの、石丸、新次。はい。 石丸さん、あの人も、割となんか、ネット界ではかなりね <laughs>。その <laughs>、一切名前出なかったですけどね。<laughs> 今ね。あえて出しませんね。<laughs> <laughs> <laughs> その感情わかりますよ。ていうかさ、なんで出てんの広島 <laughs>、広島、広島のやつどうなったの秋、秋市の、はどうなったの <laughs> とか思いません<え>なんかわかんないけど <laughs>、うん。 ちょっと、あの、いろんな黒い噂があるんで、ちょっと僕は。ああ<ー>、はい、いやね、そわ、うん、かります、わかります。ちょっと、信用できないですね。<laughs> <laughs> 特に保守系からあんま評判良くなさそうです、ね。いや、良くないでしょう。結構、ネットで、結構いろんな人とコラボしたりしてるじゃないですか、中田ちゃんとか。やっぱ、どっちかというと、リベラル系の人と、あの、相性いいんですかね。じゃないですか。うん、だから、まあ、そういうところから資金が出てるみたいな話はありますよね。だいたいマスコミとつながっちゃったりとか、 インフルエンサーと繋がっちゃって、うん、い大体そこに、間にこう代理店がいるじゃないですか。うんうん、ってことは、どこからお金が出てるのかっていうのは、わかりやすく。うんうん、ね一番選んじゃいけないかもしれない。そういうこと言ってる人はいる、ね。ねうなのね、方のがいいな。石丸 <laughs> <ー>さんだ石丸 <laughs> <laughs> さん、その <laughs>、そうですね。<laughs> なんか、あのー、 言ってる話を文字起こしすると大変だっていう噂はきましたね、うん。あ、そうなんですか意外となんか、うん。やべこと言ってない。何も言ってないかそうそう。信じろ系っていう。信じろ系ね。ああ、そっち系ですよね。うん、確かに。なんかね、顔もちょっとね、なんかそうだ、ね。より的にはそっちよりだし。ねうんうん、いやだからね、あの、だからそのネット、ネット喜び、喜ばせ組喜び隊 <laughs> なんかその、なんかネット桜がいるじゃないですか、なんか。石丸。 閉、ね、まるしかいないみたいな。あれもほんと、ね、なんか、ね、いくら金払ってやってるのっていうね、<laughs> 感じがしますけど、ね、いや、僕は一番、なんか、一番、その、入れたくないんですね。うん、<その> <laughs> 候補者で言うとね。<laughs> <laughs> ちょっとすみません、あの応援してる方いたらちょっと申し訳ないんですけど。しかも僕ら都民でもないし、ね、都民でもないし、<laughs> その、本当に外,外野の度外野でしかもね、ね <laughs>、なんかもう、何の言う権利もないんですけど、うん、偉そうなこと。<laughs> ちょっとじゃあ結果はそうですね楽しみではありますけどす、ねうん、まあまあでも大体もう決まってんじゃないかなっていう感じはするんでなんか予予予測は当たりそうな気はしますけどね、うんうん、まあちょっとちょっと今日は本当にあの発散した話で申し訳なかったんですけどまあちょっとそういうこうあのメローニファンのメローニファンですっていう、はい。 ことをちょっと公言したかったっ。っと今後もウォッチしてくる。あのレポートしていきます。完全に政治の話しましたね。私今日完全にしました。<laughs> <laughs> いや、本当はもうちょっとその、<laughs> な,なんで日本人は。<laughs> そううい強いことを言えるリーダーが出てこないのかっていう方に持ってきたかったんですけど、ちょっと政治がどうしても勝っちゃいましたつ喋る前に30分で終わるって言ってたんですけど、45分ですかもう完全にぎりぎりなんで、もうおしまいです、本当に、すいませんでした、本当に、ちょっと我慢してたものが出ちゃいました、本当に、やっぱご活動家の方だから。ご活動家ね 完全に線を引かれましたけど <laughs> ご活動と。ち <laughs> ょっとすみません、お聞き苦しかったと思いますが、はい、ちょっとこれで終わりにします。さようなら。さよなら。